長い坂第9巻西小路にて兵部友則は主公の前を前にして座り、抜いた脇差しの刃をじっと見つめていた。淡麗な彼の顔は痩せて色が悪く、眉間に深い縦じわが刻まれていた。瓶のあたりにわずかながら白髪が見え、青白い手の甲には焦げ茶色の細かいシミが数多く出ていた。彼が刀を打ち返したとき、魚の皿を乗せた盆を持った女が、襖を開けて入ってきた。12年前の面影はない。体にも顔にも肉がつき、腰回りは異常なほど厚く、重たげに肥えている。少し茶色っぽい髪は、ほつれて顔に垂れかかり、幾度か縫い直したと見える。縞目もよくわからない着物が着崩れているのも気にならない様子だった。入ってきた女は、兵部が白人を見つめているのに気づくなり、持っていた盆を放り出して、兵部の右の腕にしがみついた。いけません。やめてください。と、女は悲鳴のように叫んだ。坊やのことを考えてください。坊やがかわいそうです。話せ。何を騒ぐ。兵部は女を乱暴に突き飛ばした。うろたえるな、バカ者。女は後ろへ尻餅をつき、目を丸くして兵部を見た。兵部は脇差しを鞘に収め、湯飲みを取って中の酒を煽った。細い首に突き出た喉仏が、酒を飲み込むたびに上下へ動いた。彼は投げ出された盆や皿の方へ手を振って、片付けろと言った。3歳ばかりの男の子が、襖のところからこっちを覗き、おじさんの、バカ野郎、と、罵った。丸い顔で、口の周りが汚れ、ひねくれたような白目で睨んでいる様子には、少しも可愛げがなかった。兵部は、その子の声など聞こえなかったように、そっちを見もせず、眉間のシワを深くしただけであった。酒がないぞ、と、兵部は言った。缶はつけなくともよい。水も持ってこい。おじさんの、バカ野郎、と、子供が罵った。ひっちまえ、バカ野郎。太郎さん、いけません。女は片付けた皿や魚を盆に乗せて、子供を連れ去りながら言った。そんな悪いことを言うと、お給ですよ。梶町で茶屋の座敷へ出ていた頃は、もっと女らしく、いくらか賢そうに見えた。いつも伏し目がちで口数も少なく、芸事はあまりうまくはなかった。井の町の女には似合わず、いかにも素人っぽい感じだった。けれども、一緒になってみると、それらの一つ一つが、そのまま愚鈍であることを証明するものだったのである。起きている時はもちろん、寝床を共にしても、感情や感覚の動く気配は全くなかった。春というその女は、日雇い人足の子に生まれ、7人兄弟で、姉の1人は下女奉公、1人は大阪の方へ売られていった。兄2人と、弟2人は街道で稼いでいたが、孫だった兄の1人と、株書きをしていた弟の1人は、ぐれてヤクザ仲間に入ってしまった。その兄の、康介というヤクザ者と、株書きをしている金次という弟が、時々春のところへ金の無心に来る。冠町の屋敷から届けられる手当も、滝沢家が城代を免ぜられてから、半分に減らされた上、兵部の酒や優等のため、家計は苦しくなるばかりだったが、兄や弟が金をねだりに来ると、春は、馬鹿のように無抵抗に用立ててやった。兄の康介は、もう救いようのないならず者になっていたが、弟の金次は、19歳で所帯を持ち、今では子供も2人あり、実際に、のっぴきならない助力を必要としていた。しかし、春にはそのけじめもつかないらしく、ヤクザな兄が来ても、真実整形に困っている弟にも、何の差別もなしに、ある時ばったりで金をくれてやっていた。それだけではない。父親は肝臓の病気で急死したが、母親のおきせはまだ健在であり、60歳を越したのに、20歳も年下の男があり、その男に貢ぐ金をねだりに来た。その母にも、春は全く無抵抗であった。兵部は家計などには関心がなかったし、欲しいものは何でも手に入るということが身についているし、金銭について心を労するような習慣がなかったから、春のだらしのなさに感の立つことはあっても、親兄弟に金をくれてやることには何も口出しはしなかった。せいぜい半年か1年、それ以上は真っ平だ。兵部はそう思い決めていた。それが12年も経ち、子供までできてしまったし、気の利かない、愚鈍な女だと、癇癪の起こることはあっても、そのために気楽であり、冠町の家にはない人間らしい自由、のびのびと解放された生活を壊す気にはなれなかった。昼から酒を飲み、酔えばごろ寝をしてしまう。外で飲みたくなれば、いつでも外出できるし、よそで泊まり、酔って帰っても文句を言われることはない。それは西小路のこの家で初めて味わうことのできたものであり、今ではすっかり身についた感じであった。冠町からは家父の岡野五兵衛が来る。父が病がしていることもかなり前に知らされ、屋敷へ帰るようにと来るたびに五兵衛にせがまれた。兵部は耳にもかけなかった。もらうものをもらうと、追い立てるように帰らせるのであった。俺には父はない。母が在生の頃、母だけには親子という気持ちのつながりを感じたけれども、父との間には何もなく、他人同士よりも冷淡で厳しい、対立意識しかなかった。おい、何をしているんだ、春。と、兵部は怒鳴った。早く酒を持ってこい。ただいま。と言って、間もなく、魚の皿と缶どくり2本を乗せた盆を持って、春が来た。兵部はじれったそうに、とくりの1本を取ったが、熱いと言って放り出し、その指で耳たぶをつまんだ。バカ者と、彼は叫んだ。冷やでいいと言ったの、聞かなかったのか。聞かなかったのかと。念を押すように怒鳴りつけたが、春はぐずぐずと畳の上にこぼれた酒を前掛けで拭きながら、冷やではお体に毒だと思って、と口の中でつぶやくように答えた。兵部は2本目のとくりを用心して取り、湯飲みに酒を継ぐとすぐ、またその耳で耳たぶをつまみながら、まるで熱湯だ、と言った。貴様は茶屋座敷で稼いでいたくせに、缶の具合さえわからない。と、兵部は肉々しげに言った。何をやらせても、一つとしてろくなことのできない奴だ。おじちゃんの、バカ野郎。襖の向こうから、子供が叫んだ。金色者、行っちまえ。おだまり、太郎さん。と、春が静止した。なるほど、お前の言う通りだ。兵部は酒をすすりながら言った。お前の言う通り、かわいそうな奴だ。そのうちに冠町へ連れて行って、これがあなたの孫だと、対面させてやろう。あっちへ連れて行け。とくりを拾い、子供の手を取って出て行く春の後ろから、酒は冷やだぞ、と、兵部は刺すような口ぶりで怒鳴った。膳の上には、魚の皿小鉢が5つ並び、汁碗もあった。皆、隣町の魚菊という店から取ったもので、春が自分で作ったのは、青い菜の浸し物だけであった。春は、飯さえもうまく炊けず、粥のようだったり、芯があったり、ということを今でも繰り返しているし、魚菜の煮焼きに至っては、子供も同然であった。バカな女だ、と、つぶやいて、彼は酒をすすった。俺がいなかったら、白壁町へでも行くほかはなかったろう。表の格子戸が、やかましい音を立てて開き、下のもつれる声で、誰かのわめくのが聞こえた。養父はいるか？と、その声は言った。迎えに出てこい。養父、俺様だぞ。23-1。格子戸を開けたまま、土間に立っていたのは、谷宗学であった。まだ60歳をいくつも超えていないはずだが、肉の落ちたシワだらけの顔は、酒明けのためにどす黒く、少ない頭髪はすっかり灰色になり、落ちくぼんだ双眼のギラギラするような光だけが、辛くも生きていることを証明するように見えた。金を貸せ。宗学はふらふらしながら、骨ばった細い右手を差し出した。うちには米もないんだ。いくらでもいいから金を貸せ。まあ、上がってください。と、兵部が言った。今一人で飲んでいたところです。飲みながら話を聞きましょう。宗学は、よくあろう、と言い、上へ上がろうとしたが、体の重心が狂ってよろめき、上がりがまちへ倒れかかった。兵部は助け起こしたが、泥だらけの草履まで脱がしてやらなければならなかったし、酒を飲んでいた兵部でさえ顔を背けるほど、宗学の息は酒臭かった。手を離せ。と、宗学は肩を振った。俺は人の助けなどはいらない。その手を離せ。まあ、いいでしょう。兵部は両手で抱くように、宗学の体を支えながら言った。老いては子に従えと教えたのは先生ですよ。宗学の体は驚くほど軽く、そして、力がなかった。春が来て、片方から支え、二人で宗学を今へ連れて行った。おいてはだと？宗学は連れて行かれながら怒鳴った。うん、そうか。おいてはか。しかし、谷慶次郎はおいても、兵部智則のような、飲んだくれの怠け者を子に持った覚えはないぞ。いい機嫌だな、谷宗学。と、兵部が言った。そんな空威張りを言ってもしようがない。まあ、落ち着けよ。その調子だ。倒れるようにドカッと座りながら、宗学は歯を見せて顔を崩した。先生など、つまらないことを言うから尺に触るんだ。いつもの通り、俺貴様で行こう。春、酒だ。と、兵部が言った。冷やだということを忘れるな。それから、金があったら残らず包んでこい。貴様の女も春。俺の女も春。と、宗学が言った。おい、兵部。宗学は、ずるそうに声を潜めた。名は同じだが、歳も体も違うだろう。どうだ？特化一行しようか。兵部は、汁碗の蓋を取って宗学に渡し、酒をついでやった。とかいことはどういうことです。貴様の女房を俺に貸し、俺のところの春を貴様に貸すんだ。と言って、宗学はまた歯を見せた。つまり、お互いに合意の上で密布の味を楽しむのさ。兵部は眉をしかめ、黙って湯飲みの酒をすすった。おい、兵部、気取るな。と、宗学が、高い声で言った。お前が三浦文殿賞の女房に惚れていることは、ちゃんとわかっているんだぞ。兵部はドキッとしたように、目を見張って宗学を見た。白壁町で一緒に泊まったとき、お前は幾度もあの人の名を呼んだ。酒を煽って宗学が言った。あの当時なら、お前に人間らしい勇気さえあれば、鶴さんを奪い取ることもできたんだ。文殿賞と鶴さんとは、祝言こそしていたが仲が悪く、心情を共にするようなこともなかった。鶴さんは、娘のままだったし、むしろ兵部智則の方に、またとない機会があったはずじゃないか。そんなことがあったとは思いませんね。銀杏屋敷はどうだ？宗学は、ギラギラするような目つきで、兵部の顔色を伺った。まさか、銀杏屋敷のことを忘れたんじゃないだろうな。どうだ？どうして先生は、いや、あなたは、と、兵部は言い直した。どうしてそんなことをご存知なんですか？お前には勇気がなかった。宗学は、兵部の問いかけを聞き流し、腕の蓋を差し出していった。バイタを抱いて寝ながら、うつつに名を呼ぶほど惚れている恋人を、いい機会があったのに、奪い取ることができなかった。勇気がないというより、お前は臆病者だ。兵部の顔がこわばった。ではあなたは、江戸のあなたの家にいた、田舎者の書生のようであれば、いいと言うんですか？何？宗学は、怪訝そうに反問した。俺の家にいた書生だと？あなたの妻女と密通し、妻女と一緒に出奔したんでしょう、と、兵部は容赦なく言った。つまり、あなたが江戸を捨てて、こんな田舎の教官になるきっかけを作った書生ですよ。宗学は口をつぐみ、継がれた酒を飲もうともせず、どこかの一点をじっと見つめた。春が宗学のための杯と、徳利を二本持ってき、小さな紙包みをそっと兵部に渡した。春が去って行くまで、宗学は身動きもせず、まじろぎもせずに黙っていたが、ややしばらくすると目を細め、にっと柔らかに微笑した。そうだ。そんなこともあったな。宗学は思い出を懐かしむように言った。確かに、そんなこともあった。ずいぶん昔のことだ。今、あの二人はどうしているかな。兵部は、宗学の反応の意外さに戸惑った。彼は、宗学を怒らせようとしたのだ。最も痛いところを容赦なくつき、宗学が怒りのために叫ぶか、乱暴なことでもするだろうと思った。しかし、宗学は怒らないばかりでなく、何か懐かしい回想を楽しむように、表情も声も和らげ、安息のため息さえついた。田舎でのぼっとした、頭の良くない、体ばかり大きな若者だった、と、宗学は言った。親に頼まれて家に置いたが、何のために入門したのかわからない。掃除や薪割りや、風呂炊きなどは進んでやるが、学問の方はまるっきりダメだった。姓も名も忘れてしまったが、頭の良くない、若いお牛のような体つきだけは、おぼろげに覚えている。妻と同年か、一つくらい年下だったかもしれない。その頃の俺は、学問だけが頭にいっぱいで、神経質なくらい潔癖で、女臭さなどには我慢ができなかった。もちろん妻に対しても、夫らしい愛情などは持たず、心情を共にすることも極めて稀だった。悪く言っても、昌平坂学問所の教頭、あわよくば大学の神になって、歴代の学頭である林氏に取って代わろうという野心に駆られていたのだ。憎んで言うのではないが、女はメスだ、と、宗学は続けた。男はよほどの馬鹿でない限り男だが、女がメスだということに既成の差別はない。どんなにしつけよく育てられても、女がメスだということに変わりはない。男は上を好み、女は下を好むという。男は一夜、名誉の高い女に憧れるが、女は下男下僕。日雇い妊婦の方を好むということだ。何十代、何百代とない経験から出た意見だろう。無論、例外もあると思うが、俺の妻の場合を考えると、その言葉が歪められ、偏った暴言でないことがわかると思う。妻には、学問に熱中している俺より、薪割りや風呂炊きをする書生の、頭は悪いけれども、田舎育ちのたくましい体に心惹かれたんだ。メスにとっては、知能よりも、たくましい生命力の方に心惹かれる。利口でなくとも、丈夫な子を産みたいという、本能に支配されるんだ。どうしてそんな理屈を持ち出すんです。まあ、一杯行きましょう。兵部は、宗学に酌をしてやった。あなたは、三つ出奔した二人を、もう憎いとは思わないんですか？褒めてやりたいくらいだ。ことによると二人は幸せになってはいないかもしれない。しかし、彼らはお互いが好きになり、密通という罪を犯すことも辞さなかった。これは勇気がなければできないことで、二人はそれをやったのだ。俺は、今では羨ましいとさえ思うよ。と言って、宗学は、急に気がついたというように、目をギラギラさせた。おい、俺の春とお前の春を、本当に取り替えてみようじゃないか。23-2。兵部はそれには答えず、宗学に酌をし、自分の湯飲みにも酒をついだ。ただし、値段は違うぞ、と、宗学は続けた。お前の女房が10文だとすると、俺の女房はその3倍の30文だ。俺の方はお前の方より年も上だし、それだけよく仕込んであるからな。外へ出ましょう、と、兵部は紙包みを渡しながら言った。梅の井なら開けてくれるでしょう。宗学は、中を見てもいいな、と、紙包みを開いてみ、すぐに包み直して、たもとに入れた。梅の井もいいが、感情が溜まっているんじゃないのか。ボンクレの払いと決めたんです。兵部は酒を飲み干すと、すぐに立ち上がった。それとも、あなたのひいきな店へ行きますか？宗学は首を振りながら立った。俺は滝沢家の嫡男ではないからな。寺子屋も弟子が来なくなって潰れそうだし、白壁町の染までが門前払いという始末だ。滝沢の嫡男も、だんだん箔が剥げていくようです。兵部は、おかしそうに言った。梶町や鳥越では、もう私も門前払い同様ですよ。もともと面白いとこじゃなかったさ。と言って、宗学は苦笑いをした。うちには米もないんだそうだ。ちょっとこれを置いてくる。兵部はどうぞと言った。もう3月に間のない季節で、道はきれいに乾き、風もないのに、馬や馬車が通ると埃が立った。午後の3時頃だろう。酒を出す店は、日没からという触れが出て、飯屋の他は、皆日が暮れなければ店が開けられなかった。梶町や川端町と呼ばれる鳥越などの大きな料理茶屋の2、3では、大商人や役人たちの筋で、昼からでも密かに商売をしているらしい。町の居酒屋などでも、馬鹿正直な店でない限り、裏口から客を入れて酒を飲ませることに変わりはなかった。まして梅の井は白壁町という売田の町の表通りにあるので、朝帰りの客などがあり、裏口はいつでも開いているし、中には酔って歌を歌う声が外まで聞こえることもまるではなかった。二人が梅の井へ行ってみると、店にはもう3人の先客があり、飲みながら大声に話し合っていた。一つの飯台を囲んだ3人のうち、灰色の熊のように髭だらけの、体だけはたくましい老人を見て、兵部は宗学に目配せをした。あれは山の森番だそうです、と兵部は囁いた。おかしな話をする面白い年寄りですよ。宗学は3人の前に並んでいる徳利の数を見ていった。盛んなものじゃないか。こっちも負けやしませんさ。不機嫌な顔におしろいもつけず、よれよれの寝巻きのような着物にだらしなく引っ掛け帯を締め、ボサボサ頭の30絡みの女が、兵部たちのところへ酒とつまみ物を持ってき、3人連れの方の注文を聞いていった。また女が変わったな、と、ひげだらけの老人が言った。この店も、代が変わるたびに悪くなる。女中もひどくなるばかりだし、古くからの馴染み客も歯のかけるように来なくなった。13は古いのかい？言っても信用しねえかもしんねえが、もうそこそこ30年になるかな。梅の井の命にはヒゲだって野号だった。俺は山の森番をしているせいか、いっぺん行きつけになると、他の店では落ち着いて飲めねえたちでな。さあ、遠慮なくやってもらおう。話し相手のねえ酒くれえ、つまらねえものはねえだからな。相手の二人は、職人とも、ヤクザとも、判然としない中年者で、骨太の大きな体つきをした一人の顔には、手のひらくらいの青あざがあった。おい、じいさん、と、その青あざのある男が言った。おめえ今、話し相手なんて洒落たことを言ったが、さっきから喋ってるのはおめえ一人。こっちはただ聞いているだけだ。あんまり図に乗ると痛い目に遭うぜ。よせよ、兵衆。と、連れの男が言った。じいさんは酒をおごってくれているんだ。うるせえと、あざのある男が怒鳴った。てめえにうまく丸め込まれて、こんなところまでやってきたが、うめえことなんぞ何一つねえじゃねえか。はじめの約定が違う上に酒はまずい。女もクズばかり。おまけにこんな気違いじじいのごたくを聞かされて、黙っていられるかよ。まあまあ、そう怒るなよ、兵衆。ちょっとヒゲだらけの老人が言った。お前さん、ちょっと黙って、そのあざ男に言うだけのことを言わせようじゃねえか。兵衆とかいう若いの。まだ何か文句があるなら、ゆっくり聞かせてもらうとしようかな。絡んだようなことを言うな、じじい。相手が開き直って言った。文句はいくらでもあるぞ。不景気でしけた。半分死んだようなこの城下町そのものがまず気に入らねえ。豆腐一丁、大根一本にも運上がかかる。噂によると、瓦屋根や門のある家なんぞにも運上をかけるってことじゃねえか。金になる仕事らしいものは何にもねえし、道を行く人間はみんな地面を見ながらため息をつきながら歩いてる。狂って病んでる。この城下町全体が病んで狂ってる。そうじゃねえか？え？じじい。よそから来た流れ者に何がわかる？老人が言い返した。天気だって晴れる日ばっかりじゃあねえ。嵐もあれば雨や雪も降る。人間だって生きていれば病気もし、怪我をすることもあるだろう。この五条川は元、金国第一の裕福で静かなところだったが、怠け者の貧乏人はいなくもなかっただが、小じきが一人もいなかったのは、この五条家くらいのもんだったろう。滝沢様が五条代を辞められるまではな。不機嫌な顔つきの女中が、彼らのところへ注文の魚を持って行き、兵部の酒の注文を聞いて去った。あれが巷の声だ。総額は、兵部に囁いた。無知な町人ども、山の森番などでさえ、政治の良し悪しは敏感に感じ取るものだ。しかし、と、兵部も囁き声で聞き返した。瓦屋根や門のある家に運上をかけるというのは事実ですか？らしいな。よくは知らないが、と、総額が言った。後を聞こう。ヒゲだらけの老人は、怒り出した様子で、酒をすすりながら、大声に怒鳴っていた。確かに、この五条家は、今病んでいる、と、老人は言っていた。病んで狂っているというのも、嘘だとは言わねえ。だが、これは人間が病気にかかってるようなもんで、いつまでこんなことが続くもんじゃねえ。もうすぐ滝沢様に代わる、偉い人が出てきて、世直しが始まるだ。滝沢さんに負けねえようなできた人で。だけれども、それはおめえのようなよそから来た流れ者の知ったこっちゃあねえ。そんなにこの土地が気に入らねえのなら、とっと今、ここから出て失せるがいい。無理にいてくれた、誰も言わねえだよ。まあまあ、と、連れの男が手を振った。じいさんまでが、そんなことを言っちゃ。てめえは黙ってろ。と、あざのある男がわめき、拳で反対を激しく叩いた。じじい、てめえこの俺に出ていけって言うのか。俺はこの五条家の悪口を言う奴は黙って聞き流せねえ立ちだでな。じじい、やるか？と、あざのある男がわめいた。やるなら、外へ出ろ。そんな必要はねえ。と、老人が言った。ここで十分間に合うだよ。そう言うなり、髭だらけの老人は立って、あざのある男の両肩をがっしと掴んだ。兵州と呼ばれた男は、内側からその手を振り離そうとしたが、老人の腕はびくともせず、兵州の肩を掴み、上から押さえつけ、腰掛けの上へ押しつぶし、それから右の拳で男の顔を殴りつけた。その一撃で、男の首は折れたように右へかしぎ、声も上げずに土間へ崩れ落ちた。23-3。青あざのある男は気を失ったらしい。連れの男が抱き起こし、髭だらけの老人は、出てうせろと言った。もういい歳だろうに、と、兵部が囁いた。大した力ですな。面白そうじゃないか。一緒に飲もう。片付いたらね、と、兵部が言った。あざのある男を担ぐようにして、二人が裏口から去ると、谷宗学が自分のとぐりと杯を持って、老人のいる飯台へ移った。ここへかけていいかと、宗学が言った。口を聞いたことはないが、かなり前から姿だけはよく見かけていた。今のは見事だったな。大人げのねえことしちゃっただ。一杯受けてくださるかね。老人は、自分の徳利を取って、総額に釈をした。身分違えで、ご無礼かもしれねえが、ほら、大蔵ってものです。私は谷慶次郎、潰れかけている寺子屋のケチな師匠でね。ほらは山の森番でさ。今の二人がそれを知っていたらな。総額は、継がれた酒を飲んでにっと笑い、自分の徳利を取った。今度は、こっちから行こう。酒の方は、オラに任せてください。と、大蔵は、おとなしく釈をされながら言った。オラには女房子もねえし、山で取ってくる薬草がよく売れるんで、酒代ぐらいには不自由はしねえだから。その代わり、きっとばかり喋らしてもらいてえだ。山にこもってると、口を聞くこともめったにねえもんだから。町へ降りてくると、無駄話をするのが、何より楽しみなんでさ。いいとも、聞かせてもらうよ。と、宗学が言った。連れも一緒になっていいか？ええ、もうどうぞ。と言って、大蔵は、兵部の方へ振り向いた。そこの旦那も、こっちへおいでなせえませんかね？滝沢兵部と言うんだ。宗学が言った。兵部もとくりと杯を持ってこっちへ来、大蔵と宗学の間に腰を下ろした。滝沢様ですって？大蔵は目を見張った。すると、先のご城代の。一人息子さ、と、宗学が言った。おーれ、これはこれは。大蔵は頭を下げたが、引け目や恐れを感じた様子は少しもなかった。おめえ様は元、荒尾とおっしゃったお方じゃねえですか？兵部はそうだとうなずいた。そりゃあ、残り惜しいこった。と、大蔵は、かすかに首を振り、酒をすすった。ずっと目残ったが、オラたち森番の小屋頭で、平作っていうじいさまがいたっけ。もう死んじまっただがね。この小屋頭が、お前様に夢中でね。いや、褒める褒める。人の顔さえ見れば、荒尾様って、お屋敷へも伺ったことがあるらしかったが、五条代の四代目は荒尾様だって、赤くなって保証してたもんです。兵部はきっぱりと遮った。その話はよそう。古くからここの馴染み客の中に、面白い客がいたように言いかけたが、その話でも聞かせてもらおうじゃないか。大蔵は、宗学の方をちらっと見て、兵部の言葉を理解したのだろう。女中を呼んで酒を命じてから、二人に釈をし、濃い頬ひげをボリボリと書いた。さようさ、この年まで生きていると、と、大蔵はゆっくりと言った。いいや、山の森番なんぞがたまに町へ降りてくると、といった方が本当ですかな。人間が珍しくって、町住まいの人には気もつかねえようなことが、えらく面白かったり、目を惹かれたりするんでしょうかな。この梅の芋代替わりをするたびに、主夫婦にも女中たちにも、いろいろと変わったものがいたですよ。本当のところな。三代構えの亭主は、素人からこの商売に入ったため、材料の切り盛りや、煮焼きがまるっきりでたらめだった。いつだったか、銀杏の実をいっているうちに、その殻が弾けて片方の目に突き刺さり、とうとう片目を潰してしまった。バカなこったさ。泰造は、頭をゆらゆらと振り、喉で笑いながら言った。銀杏とか栗とかをいるときには、殻に傷をつけるか、穴を開けるかしなければなんねえ。そんなことは、子守っ子でも知ってるはずなのに、仮にも居酒屋の主で、包丁でも使おうって人間がそんなざまさ。言うまでもね。半年とは、店も持たなかっただがね。宗学は、手酌で飲みながらニヤニヤし、兵部も酒をすすりながら、何やら考えさせられたように、土間の一点を見つめていた。女中が缶どくりを3本持ってきて、半台の上へ置くとそのまま、世間や人間全体を憎んでいるような、仏頂面をしたまま、一言も口を聞かずに去っていった。客の中にも、面白いのが、いろいろいただよ、と、大蔵は、楽しそうに話し続けた。日が暮れてからも、いつも汗臭い仕事着のまま、夫婦で飲みに来る中年者がいたっけ。夫婦で土方でもしているような格好だが、かみさんの方が太ったいい体だし、酒も強かっただ。いつも亭主の方がかみさんの尻に敷かれているようだっけが、ある晩、亭主の方が怒り出しただ。よっぽど我慢し抜いた挙句のことらしい。いきなり立ち上がると、俺はこう見えても、立場じゃ頭なんだぞ、と怒鳴った。そのかみさんが何と言い返したかわかるかね？彼は二人に酌をしながら、髭の下でにやりと笑った。へそのでんぐり返るようなことを言うんじゃねえよって言ったら、大蔵はたくましい肩を入れ上げた。頭ったっていろいろあるからね。膝頭も頭、八つ頭も頭だろ。そんなこと子供だって自慢しやしないよ。しっかりしなってさ。さっき薬草がどうとか言っていたが、と、宗学が聞いた。その方、本蔵で知っているのか？本蔵ってのは何のことですね？知らなければいい、と、宗学が言った。だがどうして薬草と雑草の見分けがつくんだ？おめえ様、米と麦と冷えがわからねえかね？そのぐらいのことはわかる。おんなしこっただよ、と言って、大蔵は片手をゆらりと大きく振った。山にいればよくわかるだ。鳥や獣は毒のある木の実や草は決して食べねえ。その代わり薬になるものは必要があればだが、誰に教えられなくとも食べたり、椎盤でその悪いところに塗ったり、腹の掃除をしたりするだ。誰も教えるもののない鳥や獣なんぞでさえ、そういう持って生まれた知恵があるだ。どこになるか、薬になる草かぐらい、山にいて、その気があれば、人間なら誰にだってピンとくるだよ。はじめは城下町の薬種問屋へ持って行って、いろいろ聞いたり、本に書いてあるものを見せてもらったりした。それでも自分で舐めてみ、噛んでみたりするから、悪い草に当たって、死にそくなったこともあった。人間が、鳥や獣と違う悲しさだな。大蔵は自分をあざけるように笑った。およそ30年ばかり前からそんなしくじりもしなくなったし、薬種問屋でも珍しがるようなものをいくらも見つけて、礼を倍も踏んだることがあるだよ。それを城下で育てられないか、と、兵部が言った。薬草園が城下にできれば。ダメだな、ダメだ。泰造は首を振った。前に何度もそんな話があっただがね、薬草によって生えている場所があるだし、風の寒暖、霧や雨や、日向や窪地、土の安兵衛など、山の天然自然な空気や梅雨を吸うからこそ、効能のある薬草が育つだでな。城下へ移したって、ろくなものは育ちやしねえだよ。兵部も宗学も、黙ってうなずいた。薬草だけじゃねえ、と、大蔵は言った。城下町へ来ると、さっきのような腐った人間に出っ食わすだ。まったく、腐った野郎だっただよ。23-4。兵部は寒さのために眠りから覚め、戸の隙間から差し込む炎明かりで、大蔵がそばに寝ているのに気づいた。どうしたのだ。ここは西小路の家ではないし、白壁町の商家でもない。一体ここはどこだと思って彼は起き直った。目が覚めただかね。大蔵が起き上がって、頬髭をかきながら呼びかけた。おめえ様、よく眠んなさったようだが、よく寝言をおっしゃるだな。ここはどこだ。山の森番小屋でさ。ここは西の出小屋といって、そう部屋頭のいる小屋から一里もあるかな。部屋子が7人いるだよ。どうして私はここへ来たんだ。ほらにはよくわからねえだが、梅の入れ薬草の話をしているうちに、どうしても山へ連れて行けって聞かねえだ。どうなだめてもダメだっただよ。そして大蔵は笑った。お前様はひどく酔ってるだし、夜道になっちまったし、足元が危なくって、半分は背負って登ったようなもんだっただ。何にも覚えていないんだ。迷惑をかけてすまなかった。引き戸で仕切った隣の部屋から、小頭、飯だ。男の怒鳴る声がした。大蔵は、先に始めろと答え、兵部に向かって飯にするか、迎え酒がいいか、と質問した。けれども、それは兵部の意向を聞くというより、迎え酒にしようと誘惑する調子の方が強く感じられた。飯はダメだ。自分の息の酒臭さに顔をしかめながら、兵部は言った。もし都合が良かったら、少し外を歩きたいんだが。そりゃあいい、そうだ。大蔵は立ち上がりながら言った。おめえ様は山にへえって、10日でも半月でも森や山だけ眺めて暮らしてえって、人間のいねえところへ行きてえって、しつこく言ってござっただよ。兵部も立って、着たきりで寝た着物や帯を直しながら、顔を洗うのはどこだ聞いた。大蔵は川代を教えたが、顔を洗うのは山の泉の方がいいと答えた。兵部は着流しに草履、大蔵は腰切りの仕事着に毛だらけの唐艶で手作りだという頑丈なわらじを履き、腰に太い竹筒を2本ぶら下げ、自然木の太くて重そうな杖を持って出た。うっかりすると、熊やイノシシにぶつかるだでな。他の獣はこっちを見ると逃げるだが、イノシシと熊の中には根性の曲がった奴がいて、ちょくちょく向かってくることがあるだよ。小屋の外は濃い霧が巻いていい。空気は冷たく、何かの木か枝葉の爽やかな匂いが肺いっぱいに染み込むようであった。道は緩やかな勾配の上りで、右側にある谷も森、左側も100年から300年くらい経った大きな杉の森であった。霧のために遠くは見えないが、山道に沿った木は雨でも降った後のようにびっしりと濡れた幹からかなり強くすがすがしい匂いを放っていた。ちょっと冷たすぎる空気と木立の放つ光気と、兵部は幾度も深く大きく吸い込み、それを吐き出すときには、体の中に詰まっている諸々の毒が少しずつ古希と一緒に消えていくような感じを現実的に味わった。霧で姿は見えないけれども、森の中から小鳥のさえずりがいろいろと聞こえてくる。大蔵がその声に兵部の注意を誘い、あれは何の鳥、今のは何の鳥と詳しく飽きずに教えたが、そういうことに興味のない兵部は、覚えるような気持ちは少しもなく、ただ、森にこだまする澄んださえずりだけを楽しく聞くだけであった。勾配は緩やかだし、道もさして険しくはないが、三段ばかり登ると兵部は、足の疲れと動悸が高くなり、呼吸も苦しくなったので、少し休もうと言い、道端の枯れ草の上、腰を下ろしてしまった。なれねえ山歩きだからな、と大蔵が言った。もうちっと登ると、大平っていう見晴らしのいい大地へ出るだが、まあ、初めて残った。ここで一休みすべえか。大蔵は、兵部の下手に下がって腰を下ろし、二本の竹筒を取って、その一つを兵部に渡した。オラの作った薬種だ。二日酔いの後には、特にいいだよ。と言い、筒の口にはめてある木の線を抜いて、自分から先に一口飲んだ。兵部もそれに習ったが、味と匂いの異様さに驚いたと見え、顔をしかめながら咳込んだ。はじめは馴染みにくかろうが、精がつくし、骨や肉を強くするだよ。と、大蔵がまた一口飲んでいった。オラのこの体を見てください。それに、ゆうべ梅の井で、あのヤクザ野郎をぶちのめしたところを、お前様も見たと思うだがな。その梅の井のことだが、兵部は竹筒にしっかりと木の線をはめていった。あの時じいさんは、そのうちに偉い人が出て、この藩の世直しをすると言っていたようだが、本当にそんな人間を知っているのか。さてね。大蔵は、用心深く口を濁した。このご城下に限らず、世の中が病んでくるとどこでも、その領事をするような人が必ず出てくるもんじゃねえかな。そう思い当たる者がいるんだな。それはどうとも言えねえだよ。人間は変わるもんだでな。子供の時分、苔のように扱われたのが、大きくなってどえらい出世をするものもあるし、大蔵は、また用心深く言葉を選んだ。そういうものと反対になる人もあるだしよ。一概にこれこれのものが世直しをするなんてことは誰にも言えねえと思うだ。兵部は目をそらして、つぶやくように言った。小屋頭の平作という年寄りが生きていなくてよかったな。平作がどうしただかね。俺のことを褒めちぎっていたんだろう。オラの言ったことをそんな風にお聞きなさっただかい？悪かった。と、兵部がすぐに言った。そろそろ行こうかな。兵部は西の番小屋に7日間いた。大平という大地へ行って、城下の展望に時を過ごしたり、よく熊の出るという西の谷へ案内してもらったりした。北の小屋で、ヒノキの植林が始まるそうで、大蔵の使っている部屋子の中から5人、そちらへ助に回り、後にやろくという中年者と、福蔵という50余りの年寄りが残った。やろくは、杉の森の枝おろしで、一日中小屋にいなかったが、福蔵老人は、炊事や薪割り、わらじを作ったり、むしろを編んだりしていた。ある日、兵部は小屋の前の崖縁で、鷹が小鳥を取るのを見た。崖の下から谷川の流れの音が聞こえてき、谷の下から吹き上げてくるそよ風が、柔らかにひやりとして、肌に心よく染みた。兵部は放心したように何も思わず、向こうの山腹に茂る森の中に、一本だけ何の若木か、白っぽい花を咲かせているのをぼんやりと眺めていた。突然、彼は放心状態から我に返った。空から無数のつぶてが、驚くような速さで落ちてき、斜面の森の中へと消えていったのだ。それは、無数のつぶてといっても誇張でないほどの数であり、速度であった。兵部は、何事が起こったのかわからず、反射的に草の上から腰を上げた。その時、そのことが起こった。右の方の空から1羽の小鳥が斜めに左へ、よろめくように飛んできた、と思うと、何かで風を切るような音がし、カラスよりちょっと大きな鳥が、先の小鳥に追いつき、翼を大きく振ると、二本の足の爪で小鳥をさっと蹴った。小鳥の周りに白い小羽がパッと散り、小鳥はつまずいたように森の中へ落ちようとした。しかし、襲いかかった鳥はすかさず追いつき、両足の爪でがっしり掴むと、左の空間へと糸を引くように飛び去った。なんだ、と彼は呆然としてつぶやいた。今のはどういうことだ。タカですだ、と後ろで泰造が言った。タカが鳥を掴んだですよ。大蔵がいつの間にそこへ来ていたか知らなかったが、タカという言葉で振り向き、泰造にうなずいて、そうか、初めて見た、と言った。彼はまた空へ目をやり、すると無数のつぶてと見たのは、小鳥の群れが森の中へ逃げ込んだのであり、逃げ遅れた一羽が捕まったのだ、ということを理解した。小鳥の弱々しい飛び方と、襲いかかった鷹の風を切る翼の凄まじい羽音と、小鳥をがっしと掴んだ容赦のない動きとが、生と死の交差する瞬間として、兵部の感情に、鋭く深い印象を残した。23-5。兵部はまた木が呼吸することに気づいた。日が昇ってから森へ入ると、ヒノキも杉も、その幹や枝葉から光気を放つが、その匂い方には波があり、匂わなくなったり、急にまた匂い始めるのである。里では桃が咲き、桜も咲き出していたようだ。大平からの遠望だからよくはわからないが、もう3月に入って春も竹縄であり、高いこの山の上にも春が動き出し、杉もヒノキも眠りから覚めたのであろう。樹幹の発する光気が一定ではなく、弱くなり強くなるのは、それらの木が明らかに呼吸していることを示している。まるで人間のように。兵部は太い杉の幹に手を当てながらつぶやいた。お前は口も聞けず、動くこともできない。100年でも500年でも、同じ場所に立ったままで生き続けなければならない。けれども、人間や獣と同じように、生きていることは事実だし、この通り呼吸さえしている。ことによると、我々のジタバタしている姿を見て、羨んだり、嘲笑したりするだけの感情さえあるのではないか。そうではないかと呼びかけ、兵部は杉の幹をあやすように叩いた。5日目まで、兵部友則は、すがすがしく落ち着いた気分で、山の生活を楽しんだ。粗末な食事もうまかったし、酒を飲まないためか胃の調子も良く、全身の血や、肉までが洗い清められるようであった。けれども、6日目になると神経が立ってきて落ち着かなくなり、山や森や若草の斜面など、どれを見ても変化がなく、退屈でやりきれなくなった。秋田だな。大蔵が言った。町育ちの人に山の暮らしは無理だ。嫌になったら、町へ降りるがいいだよ。無理なことは続かねえだでな。そうだな、と、兵部はうなずいた。半年ぐらいはいられると思ったが、珍しいことばかりで、神経を使いすぎた疲れもあるだ。いっぺんここから降りて、来たくなったらまた来るがいいだよ。そして5日目の午後、兵部は山を降りた。泰造は、伊関川の荒井関のところまで送り、荒井関や水門のことを説明した。これは大した事業なので、人間にこんな知恵と実行力があるとは信じにくいことだ。と、大蔵は感動のこもった声で付け加えた。大蔵が去ってからも、兵部はしばらく、荒井関と水門を見守っていた。捨て野へ水を引くために、堰堤工事を始めたということは聞いたし、文化2年の洪水に、その堰が役立って、水害を大きくせずに済んだ、ということも聞いた。その時は、そうかと聞き流しただけであるし、現に今、その荒井関や水門を目の前に見ても、それが大蔵の言う通り大した工事で、信じられないほどの知恵と実行力を証明しているとは考えられなかった。何をしたって無駄だ、と、兵部は投げやりな口ぶりで言った。あの工事が、それほど意義のあるものなら、たとえ老臣交代によっても、中止されはしなかったはずだ。人間はくだらなく、悪賢くなるばかりだ、と彼はまた言った。家中の侍たちも世間も、だんだん病み、腐ってゆく。世の中は休みなく進み、文物は絶えず発達をやめないというが、その中身は次第に悪くなり、病み腐ってゆくばかりじゃないか。そのいい例が、俺自身さ。はい、と、春が答えながら、兵部の居間へ入ってきた。何かご用でしょうか。酒だ、と、寝転んだまま、兵部は命じた。いやで持ってこい。魚は無用だぞ。春はだるそうな動作で出て行き、兵部は舌打ちをした。宗学は、告げに来なかったのか、兵部が7日の間、どこで何をしていたか、春は全く知らなかったし、帰ってきた彼を見ても無関心な様子で、何一つ聞こうともしない。習慣的にたるんだ笑顔を見せたのが、少しはほっとした気持ちの表れらしく、それ以上に感動を動かした様子は全くなかった。兵部は苦しげにうめいて起き上がり、あぐらをかいて座った膝頭を、両手で掴んで身を支えると、首の折れるほど、低く頭を垂れた。どうにかしなければならない。このままでは気が狂いそうだ。しかし、どうすることができる。父は病床に倒れているというのに、まだ家督も譲らず、会いたいという伝言さえもくれない。確かに、俺は父の望むような子ではなかった。私は父上の手で、こね上げられたデクのようなものだ、などと言ったことがある。俺は、父に失望を与えたのだろう。しかし俺自身は、父に次いで城代家老になるより、世間並みの親子、平凡な、父と子でありたかった。だが、父上には、それが理解してもらえない。父には、滝沢の家名と、半径の奉公しか大切なものはない。家名や忠誠がそれほど大事なものだろうか。侍は人間であってはいけないのだろうか。それは誤りのないことですか、父上。間違いはありませんか。兵部は静かに頭を上げ、今度は身をそらして天井を見上げた。あんどんの火が瞬き、油が少なくなったのだろう。油皿のじりじりと焦げる音がした。盆の上に、とくりを2本と杯を乗せて、春が入ってき、今の隅から、長足の膳を取って戻ると、彼の前に膳ごしらえをした。杯じゃない、湯飲みだ。と、兵部は言った。いちいち言わなければわからないのか。すみません。すぐに持ってまいります。あんどんの油がないぞ。ああ、と、春が言った。お留守だったので、継ぎ足すのを忘れました。ただいますぐ。湯飲みが先だ、と、兵部が言った。おちちゃんの、バカ野郎と、襖の向こうからこっちを覗きながら、子供が敵意のある声で叫んだ。ハータンをいじめると、ぶちゅぞ、ひっちまえ。太郎さん、いけません。春は、したったるい声で制止した。さあ、ハッチへ参りましょう。二人が去ると、兵部は徳利の一本を取り、その口から直に二口ほど飲んだ。おじちゃんのバカ野郎、いっちまいか。兵部は酒のこぼれた顎を手の甲で拭きながら、唇を歪めて微笑した。あのチビの方がよっぽど人間らしい。俺にはあれができなかった。アータンをいじめるとぶつぞ。うん。貴様は人間らしい。貴様は男になるぞ、チビ。俺よりよっぽど男らしいぞ。春が湯飲み茶碗を持ってき、あんどんの油皿へ油を継ぎ足して、酌をしに座ろうとした。兵部は手を振って追い払い、湯飲みにたっぷりと酒をついで一息に煽った。俺は一人、分かりきったことだ、と彼はつぶやいた。俺の一生は、17、18歳まで、その後は身を持ち崩した無頼に過ぎない。ヤグを共にし、こまでなした春そのものが、俺の生死にさえ関心がないんだ。こんなことがあっていいだろうか。俺はもう37だ。しかし、父上でさえ俺なんか。兵部は酒を煽り、また煽った。はは。突然彼は、乾いた声で笑った。病んだ世間、腐ってゆく世の中、どうしろと言うんだ。俺には何の力もなし、誰も俺を必要とはしない。子までなした女でさえも、俺なんぞ、いてもいなくてもいいんだ。俺は一人だ。身を持ち崩した、死生のヤクザだ。どうするものか。俺はもう、死んだも同然なんだ。兵部は、乱暴に酒を煽り続けた。安倍中にて、遅くなりました。入ってきた二人の男の一人が、自議をしていった。安西様の字が、あまりご達筆なものですから、安倍重と言って尋ねもあったんです。そのうちに、安倍中ではないかと言われて、ようやくたどり着いたわけです。まあよれ。波岡五郎太夫が、設けてある席を手で示した。鳥越で、10のつく料理茶屋は他にはない。それでよく役目が務まるな。まあ、お手柔らかに。安西左京が、二人を席につかせながら、取りなすように言った。彼らは、こういうところには馴染みがないのです。さあ、女ども、二人に酌をしてやれ。17、18になる女芸者が立って行き、二人の若侍の給仕に座った。波岡と安西の脇には、一人ずつ女芸者がついてい、一番下座の方に、踊りの師匠の水木増也が、三味線を膝の上に横たえ、豊島の女中の尺で、少しずつ杯を舐めていた。波岡五郎太夫は45、6。安西左京は41か2歳だろう。後から来た唐沢東太と日下助左衛門とは25歳から27歳くらいに見えた。江戸育ちだというのに、と、増也は心の中で呟いていた。波岡も安西も、気の利かないと偏目だ。いつも感情がうるさいし、女は誰でも自由にできると思っているらしいし、そのくせ座敷はいつも密談だと言って、わけのわからない堅苦しいことばかり話し合っている。この土地のお侍衆の方がよっぽど粋な遊びをなさるわ。おい、ババア、と、波岡が増也に呼びかけた。増次はまだか？遅いじゃないか。もうすぐでございますよ。と、豊島の女中が代わって答えた。旦那のお座敷と聞いて、きっとお作りに暇を取っているんですわ。江戸ではそんなことでは務まらぬぞ。波岡は、酔って赤くなった顔を尖らせた。もう一度、情をつけろ。波岡の脇にいた女芸者が、波岡の膝を強くつねった。21、2の超えた女で、芸名は小春といい、何の芸もないが、客扱いのうまいので知られていた。よせ、うるさい。波岡は、女の手を払いのけ、唐沢に向かって行った。それで、調べはまとまったのか。まとまりました。と、日下が答えた。明日にでも、お手元までお届け申します。その時、女芸者が入ってきた。薄化粧をし、地味な着付けをしているので、年よりちょっと老けて見えるが、面長の締まった顔立ちや、立ち居のしなやかな腰つきなどには、子を産む前の七重の面影が、そのまま蘇ってきているようであった。彼女は、襖際で手を下ろし、ますじでございます。遅くなりまして。と、挨拶をした。ここへ、ここへ。波岡は、脇にいる芸者を押し合って、手招きをした。芸は後でゆっくり見よう。まず尺だ。マスヤの顔を見てから、七重のマスジは、波岡の五郎太夫の脇に座り、徳利を取って釈をした。くどいようだが、と、波岡が言った。この座敷で聞いたことは他言を禁じる。お互い同士で話してもならぬ。わかっているな。はい。マスジは頭を垂れた。よくわかっております。波岡は、また唐沢淘汰に振り向いた。それで、進めたところはどうだ？この上は、篠田十兵衛を呼び寄せるばかりです。と、唐沢が答えた。材木の切り出しや、積み出しの方は、証拠が揃いましたから。よし、すぐに江戸へ使いをやろう。それはどうですかな。と、安西が慎重に言った。篠田十兵衛は、こっちへ呼ぶより、江戸屋敷で戦議する方がいいと思います。何しろ、材木奉行として、この城下では大層評判の良い男でしたから。ダメだ。こっちへ呼びつけて、商人どもと付き合わせるのだ。問屋の村山喜十郎、勘定奉行だった河内昌司、そして山根クランド。二人は隠居しているが、彼らを締め上げるには、どうしても篠田と付き合わせなければならぬ。もちろん江戸の六条殿と測った上だ。そうかもしれませんな。安西は感慨深そうに言った。山根を締め上げることができれば、その娘の意図をたぐって、大きな鯛が釣れるでしょうからね。増次は、怯えたような目で、向こうにいる増屋の顔を見た。増屋は素早く目まぜをし、三味線を取り直した。そんなに固いお話ばかりなすってては、と、彼女はそっとつまびきをしながら言った。若い人たちはいいでしょうけれど、私のようなババアは、体に苔が生えてしまいますよ。さあ、そろそろ歌でも伺わせてくださいな。もうちょっと待て。今度は、ババアとは言わず、波岡は穏やかに遮って、安西の顔を見守った。万事屋や福屋は来ないのか。参っております。忘れたのかと、いぶかるような口ぶりで、安西が答えた。あちらの座敷で待つようにと、おっしゃいましたので。もういい、呼べ、と、波岡が言った。若い女中たちが酒を持ってきたり、別の女中たちが二人分の席を設けたり、一時、座敷の中が騒がしくなった。その隙に、マスジは立って、マスヤのそばへ行き、波岡の脇へは、前の肥えた女芸者が座った。姉さん、今の聞いて、と、マスジが囁いた。大きな鯛も釣り上げるって。あんたが心配してもしようがないでしょ。山根様の娘の糸でといえば、三浦様のことに違いないわ。だって、曲がり町の旦那は、ご中老に召し出されているじゃないの。つまり、今のご重役の、いわばお仲間じゃありませんか。万事屋仁左衛門と、福屋金右衛門が入ってきて、波岡たちに挨拶をし、設けられた席に座った。万事屋は五十絡み。太った小柄な体で、扇子を絶えず開いたり閉めたりする癖があった。福屋は45、6だろう。これも太っているが、背丈がやや高く、着ているものも顔つきもごく平凡で、なるべく人の注意を引かないように努めている様子は、万事屋とよく似ていたし、もっと芸者を呼べと波岡が言うのを、柔らかい言葉ではあるが、二人ともきっぱりと断った。遊びだけは、と、万事屋が扇子を鳴らしながら言った。やはり、手競りでないと楽しくございませんのでな。波岡は、杯を持ったまま、きっとなった。俺の席では、楽しくないというのか？どなたのお席とは限りません。と、万事屋は、恐れる様子もなく言ってのけた。私ども商人は、多忙な明け暮れに追われ、ゆっくり酒を飲む暇もございません。ですから、遊興だけは自分の銭で、自分の思うように楽しみたい、と申し上げたのでございます。では、何のためにここへ来た？お使いをいただきましたので、と、福屋が答えた。何かご用かと存じましたし、私どもからも申し上げたいことがあったからでございます。聞こう、何を言いたいんだ？お人払いを願いませんと。大丈夫だ。波岡は酒を飲んでから、顔の前で手を左右に振った。俺の座敷に出る者は、皆さんざる、見て見ず、聞いて聞かず、口を裂かれても他言せず、ということをよく心得ているんだ。遠慮なく、何でも申していいぞ。実は、あの席のことでございます。いや、と、万事屋が、福屋の言葉を急いで遮った。まず、お杯をいただきましょう。五人衆とは、段が違うね。と、増屋が増次に囁いた。ご覧よ。あの悪ごすいご家老、手玉に取ってるじゃないの。24-1。取り次ぎの者から名を聞かなかったら、おそらくその人とは、わからなかったであろう。小出片正は、びっくりするほど老けていた。頭ははげて、白くなった髪が少しあるばかりだし、肌もカサカサにしわたるんで、背丈もぐんと縮んだように見え、門戸の将は胸を絞られるように感じた。しばらくでございます。門戸の将は両手を下ろして抵当した。ご送見でいらっしゃいますか。ご無沙汰をいたして申し訳ございません。そう言われては、私が困る。まず、と、小出が、しわがれた声で言った。ご覧の通り、私は老いさらばえた余り者、師弟であった昔のことなどは忘れてください。小出先生、と言って、門戸の将は、もっと低く頭を垂れた。小出片正は笑って、ゆっくりと首を振った。ご迷惑かと思いましたが、小出は穏やかに言った。この頃はすっかり弱くなりましたのでな。立ち歩きのできるうちに一度お目にかかって二三お耳に入れておきたいと思ったのです。お使いをくだされば伺いましたのに。門戸の将は懐かしげに小出の顔を見守った。心細いようなことをおっしゃいますが、まだそんなお年ではございませんでしょう。年は間もなく70ですが、年と老いとは別なようです。仁山村の青円楼などは80余り、時たま病がされるかと思うと、また達者に野歩きをしたりされているそうです。宗願寺の亡き和尚も、酒びたりで長命をなされた。私などは、書物の虫のような一生で、食べ物にも注意をし、酒も慎むようにしてきましたが、持って生まれた寿命には勝てない、ということを、つくづく感じております。本当に、老いたのだな、と、門戸の将は思い、言いようもない胸苦しさに襲われた。小出片正は席をし、居住まいを正した。まず、お耳に入れたいのは、ご実家の蔵書のことです、と、小出が言った。安倍さんが亡くなった時、小四郎さんは間違いを起こして家出をしていたため、絶下ということになりました。それは聞いております。その時、私がすぐに考えたのは、と言って、小出はすまなそうに微笑した。ご不幸の中で、ご不幸よりも、あの蔵書がどうなるかということでした。それで、東明塾と商工館に当たってみたのですが、どちらも費用が出せないということで、断られました。城下町の愛書家、小塚たちで前から少しずつ買っていた者たちが互いに奪い合いを始めようとした。その動きがあからさまになったのです。と、小出は続けていった。あれだけの蔵書がバラバラになっては、その価値が半減してしまう。そのことはいつか、あなたと話し合ったことがございました。モンドノショウはうなずいた。あれはまとまっていてこそ値打ちがあるので、勝負数は売られても、後をバラバラにするわけには参りません。と、小出が続けていった。そこで私は、ご母堂を訪ね、その理由を細かに話して、私に全部を譲っていただくことにしました。わずかな代金でです。そんな必要はなかった。と、モンドノショウは聞きながら思った。自分も若い頃は、蔵書の価値を高く買っていた。けれどもその後、江戸屋敷の文庫を調べたり、いろいろの目録を見たりして、重要なのは収歴記分と園庭の提案記録である。園庭のことは解決したし、記分の方も大切な事項はすべて分かった。その他、特に珍重するような書物はなかった。それほど大事に思うことはないのに、と、モンドノショウは思った。もちろん私有する気ではなく、東明塾へ寄贈し、塾では安倍文庫と名付けて、風入れなども忘れないようにと約束をしました。と、小出が言った。私もその時には、見張り方々手伝いに参りますが、あなたのお留守に勝手なことをして、誠に申し訳がありません。どうか許してくれるようにと、小出片正は頭を垂れた。モンドノショウはそれを遮り、あの蔵書は収まるところへ収まったのであり、小出先生の処置には感謝するほかはない、と言いながら、江戸で飛騨守正春から嫁とことづかった、杉田玄白の著書をまだ読んでいないことに気がついた。小出片正が話を変えようとしたとき、鶴が茶化を持って入ってき、モンドノショウは二人を引き合わせた。あなたは大した人だ。鶴が去ると、小出は茶をすすりながら言った。侍として出世するばかりでなく、山根殿の評判娘まで、あんなにしとやかで、おとなしい妻女に仕込まれた。外にも内にも、本当にあなたは天性の才を持っておられますな。そういう時期が来ただけです。モンドノショウは会釈して言った。子供の頃先生に、人間の一生は長い。一足飛びに登るより、一歩一歩を大切にせよ。という意味のお言葉をいただきました。商工館へ入学して、間もなくだったと思います。そんなことがありましたかな。今考えると、釈迦に説法という。いや、そうではありません。あの頃私は、出世をしたいという一心に凝り固まっていたのです。と言って、モンドノショウは声を低くした。ただし、それは一心の栄達を望んだからではありません。このことはまだ誰にも話しておりませんが、8歳の時私は胸を刺されるような出来事を経験したのです。父に連れられて、大沼へ魚釣りに行くとき、山之内家と滝沢家の間にある道に入り、堀にかかった無名の小橋を渡って行くのが常であった。8歳になったある日、父と一緒にその道を行くと、無名の小橋は壊され、跡形もなく取り払われていた上、滝沢家の小物に、ここは私有地であり、邸内にある学問所の邪魔になるから、ここを通行することは禁ずる、と言われた。城下町に、私有地というものはありません。モンドノショウは、呼吸を整えてから言った。どんなに名門であり、重臣であっても、その土地は、藩主から貸与されたものです。当時の私は、そんなことは知りませんでした。私が胸を刺されたように感じたのは、堀にかかっていた小橋が壊され、取り払われたということです。道とか橋などというものは、子供には不動なもの、大地があり、山線があるのと同様に、常にそこにあるものと信じて、少しも疑わなかった。それが、跡形もなく打ち壊され、取り払われてしまったのだ。その時私は、そういうことが平然と行われ、それに対して、誰一人抗議をする者がいないことを知って、と言って、ボンドノショウは苦笑いをした。今思い返すと、恥ずかしくなりますが、是が非でも商工館へ入学しよう。そしてできることなら、こんな無能なことのできないような正しい制度を確立しようと思ったのです。知らなかったわ。少しも知らなかった。小出は驚いたように首を振り、深いため息をついた。私は老盲して、その小橋のことは何の記憶もないが、もしも知っていたら、少しはお役に立つことができたと思う。いや、そう言っては悪い。と、小出は自分を恥じるように膝を撫でた。たとえ知っていても、私にはどうすることもできなかったでしょう。しかし、あなたのお気持ちはよくわかります。井戸勘助もこの話を聞いたら、あなたに辛く当たるようなことはなかったでしょうがね。井戸先生はご健在ですか？3年前に死にました。酒もたしなまず、養生には細心な男でしたが、3年前の12月に、卒中で死んでしまいました。ボンドノショウは、膝の上に両手を置き、黙って、しばらく抵当した。彼はまざまざと、時の足音を聞くように思った。小出片正は老い、井戸勘助は死んだ。これらの他にも、老いたり、死んだりした人は少なくないだろう。時は休みなく過ぎ去ってゆき、人はその時の経過から逃れられない。王侯といえども、いつかは老い、そして死ぬのだ。俺自身も、いつの間にか、37歳という年になったのだからな。ボンドノショウは思った。24-2 小出という人は他人の噂などは決して口にしなかった。それが年老いたためか、人が変わったように家中や世間の出来事を話し続けて飽きなかった。その中で、商工館の学頭が交代し、元の中泉万慶の子の千冬は官を追われて、江戸から学頭と3人の教官が赴任してきたこと、武術師範も、ヘライ林太郎や、湯吹小太夫は引退し、2人の代わりに、林劇と岩上六郎兵衛が就任したこと、また、東明塾でも、矢垣力が塾頭を辞し、一昨年から中村北尾がその後に据えられ、教師もすっかり変わったし、武術師範も半数は交代し、その主席に任命されたことなどが、ボンドノショウの注意を引いた。岩上六郎兵衛が、商工館の師範に、と、ボンドノショウは聞き返した。それは本当ですか？いろいろ批判もあるが、学生の間では好評のようです。ボンドノショウはすぐに話をそらした。中村北尾が東明塾に招かれたのは嬉しいですね。塾頭ですからな。彼は学問に熱心で、一頃は江戸の昌平校へ入学したいと望んでいたようですから。あなたとは商工館でご一緒だった。たとえ江戸遊学が叶わなかったとしても、ご当人としては満足なことでしょう。そうですね。私もそう思います。と言って、ボンドノショウは、遠くの何かを見るように目をそばめた。彼なら東明塾をきっと商工館をしなぐように高めてみせるでしょう。小出片正の話は続いて、隠居した山之内阿波が外相の家で頓死したこと、家を継いだ阿波、元の定次郎も、優等の報いで悪い病気が出、家老の席にはいるが、ほとんど役には立たなくなっていること、その妹の幸恵という娘も、素行が悪いため、嫁にも行けず、今46、47で、兄と同じ病気のため、自宅でブラブラしていることなどについて、乱脈な誤信性のため、領民全体に不平が広まっているし、貧困者が目立ってきたこと、物資の不足と貨幣価値の低下のひどいことなどを、くどいほど事細かに話した。どうしてこんなに、饒舌になられたのであろう。ボンドノショウは聞きながらそう思った。世辞や風文などには全く関心のない人であった。自分でも、私の一生は書物に執着することで始まり、書物に執着することで終わるだろう、というのを聞いたことがあった。今は、さして重要でない人事葛藤や、口で言うだけではどうにもならないことを、さも大事そうに、次から次へと話し続けている。これは、年老いたためばかりではない。ことによると、そうだ、ことによると、もう二度と会えない、俺に対する米別、という気持ちに動かされているのかもしれない、と、モンドノショウは思った。小出片正は歯が欠けていて、話しながら食べる菓子が口からこぼれ、すする茶も袴の膝へこぼれたが、それにさえ気がつかない様子だった。だいぶ調査をいたしましたな。やがて小出が言った。これでおいとまをいただきますが、帰りにお庭を拝見してよろしいでしょうか。どうぞ、と、モンドノショウが会釈した。ご案内をいたしましょうか。小出片正は手を左右に振った。いや、それには及びません。先ほど廊下でちょっと見たのだが、くぬぎ林の若葉があまりに美しかったもので、あの木陰でしばらく休息して行きたいと思ったのです。では、茶を運ばせますから、どうぞごゆっくり、と、モンドノショウは言った。中村はよかった。後でモンドノショウは、調べ物にかかりながらつぶやいた。平侍という身分で、肩腰を縮めていたが、これで思う存分、自分の才能が震えるだろう。太田良介が、武術の師範に任せられたのも悪くはない。しかし、六郎兵衛が、商工館入りをしたのは、ちょっとおかしい。岩上六郎兵衛は、飛騨守正春に愛され、自分でも、殿の懐刀の一人だ、などと言っている。それは極秘のことであるし、彼もその点について油断はないはずである。しかし、六条一味が感づいていないと、断言することはできないだろう。六郎兵衛に武術師範の資格があるかないかは知らないし、うっかり敵の罠に落ちるような男ではないと思うけれども、六条一味がもしもそれを知っていて、なお彼を商工館の師範に挙げたとすると、これからのことは容易ではない。六郎兵衛は頭もいいが、どちらかというと単純な性格である。殿の懐刀、などというところに彼の弱点がよく現れている。敵がそれを承知の上で、商工館へ入れたとすれば、六郎兵衛がそれと気づかぬ限り、今後に大きな危険のあることを予想しなければならない。六郎兵衛、と、彼は声に出して言った。頼む、しっかりしてくれよ。藩主が病気のため、帰国しないということは、2月のうちに分かっていた。4月になって、久しく耐えていた幕府の国目付が来、5日ばかり滞在して、規定の調査をし、帰る時に二三の警告をした後、飛騨守が参勤の上下を怠っているのは病気のためだという届けであるが、大城、江戸城へも出資のできないほどの病気なら、世継ぎを立てて隠居すべきではないか。上様の特別なご配慮があると考えすぎるのは危険である。と、言葉は穏やかに、はっきりした調子で言った。国目付は、川島清右衛門、吉岡佐十郎、内藤修善という三人で、江戸屋敷へは特に通告はしないから、国元の老職が上付してよく相談するように、と付け加えた。モンドノショウは途上したとき、安西左京からそのことを聞いた。前にも記したように、藩主不在の時は、五の日が常備出資で、それは4月15日のことであり、安西左京がモンドノショウの某へ訪ねてきたのであった。警告の参加状には、さして問題はない。安西は、国目付と対談したあらましのことを話してから言った。公儀から借りた金の返済の遅れていること、藩政が安定しておらず、貨幣や物資の流通が渋滞していること、領民に貧困者が増大しているのに、何も救済手段が行われていないことなどであった。これらは我が藩に限ったことではない。古代外様の別なく、今大多数の諸藩が当面し、その解決に窮していることだ。最も大切なのは、藩主が病弱で、参勤の上下を怠っているばかりでなく、上府中の藩主が、太上へ定めの出資さえできない。そのため、跡目を立てて、藩主は隠居すべきだ、という点にかかっている。その点について、と、安西は声を低めた。公儀のご意向を緩めるような、何かの手段はないであろうか。ボンドの将はすぐには答えず、杉本大作に座を外せという目配せをした。杉本が出て行ってからも、彼は扇子を膝に置いたまま、長いこと黙っていた。察してがましいかと思いますが、と、やがてボンドの将は安西の目を見つめて反問した。殿には、お世継ぎの男子がなく、お二人とも姫君に酔わすことは、公儀にもはっきりわかっていると存じますが。いや、兄君の松次郎様には男子がおられる。ご創建でございますかと、門戸の将は鋭く反問した。僭越ながら、半家のおために申し上げます。松次郎様もご病弱、松次郎様のご嫡男もご創建でないことは、密かながら、家中に広く伝聞されております。いや、お待ちください。門戸の将は何か言おうとする安西を制止して続けた。このように家中に広まっていることが、公儀の耳に入らないわけはないと思うが、いかがですか ?24-3 安西左京は探るような目つきをした。公儀に聞かれていたらどうだというのだ推測に過ぎませんが、ご連氏ご一門から養子を、という懸念はございませんかと、門戸の将は言った。推測と申しましたが、前例のあることはご存知の通りですし、姫の降下とご養子とでは、その結果に根本的な相違が生じます。待て待て。安西は慌てて、二人の他には誰もいない房の中を見回した。その元の言ったことは重大だ。さようなことを考えもなく、口にするとは不謹慎だぞ。美濃年、伊野年と二回にわたり、将軍家の姫、五連氏の姫として、解任している女性を押し付けられ、その度に幕府の意を逆用しようとする一派と、主家の血統を守ろうとする一派とで、殺傷沙汰を起こすほどの騒動があり、その構想は現在にまで尾を引いている。そして今、ご神聖という名目で、藩政を握った六条一味は、自ら第三の難関に当面したのだ。彼らは、長い隠忍の後、飛騨守正治を江戸の下屋敷に拘禁し、幕府から押し付けられた夫人の誰の種とも知れない松次郎をおとりに、政権を手に入れた。けれども、その松次郎が藩主として役に立たず、その子までが心身ともに、状態でないという壁にぶつかった。そうして幕府の国目付から警告を突きつけられたのであるが、この俺に相談を持ちかけるとはどういうことであろう。本当に俺を味方につけようというのか、それとも罠にかけて俺から何かを探り出そうとするのか。いずれにもせよ、ここはどこまでも強く出ることだ、と門戸の将は思った。不謹慎だとおっしゃいますが、あなたが私に意見を求められたので、思うところを申し上げたまでですし、重大といえば、幕府目付の警告そのものが、すでに重大な意味を持っているのではありませんか。前例がある、などということが、不謹慎だと申すのだ。安西は、明らかにたじろいだ。今度の問題で、前例など引くことはない。今起こっていることに受けて立つ手段があるかどうか、ということを聞いたのだ。およそ人間の生活は、過去とのつながりを絶っては存在しないと思います。新しい事実を処理するには、経験の中から前例を選び出し、それらを検討することで、適切な手段が取れるのだと思いますが、そうではないでしょうか。私は、そのもとと議論をしに来たのではない。安西は、不機嫌に顔をしかめた。今起こっている難題について、誰彼と限らず、周知を集めて、最も安全に、ここを切り抜ける手段を取りたいと思い、ご家老には内密で、意見を求めに来たのだ。五千先代の小仙院様の弟君が、相良生守様へ入り婿されました、と、門戸の将は言った。それから今の相良家まで、ご嫡男の相続ですし、ご当代にも男子が幾人かおられると伺いました。安西左京は、用心深そうに首を振った。そんなことはダメだ。殿はまだご壮年で、いつご健康が回復するかもしれぬし、また、いつご壮健なお世継ぎを設けられるかもしれない。養子縁組の話など、もってのほかのことだ。それは確かでしょうね。とでもいうふうに、じっと安西左京の目を見つめてから、門戸の将は静かに自議をした。私には、その他に思案はございません。よかろう。何かまた思案があったら、私のところへ来てくれ。と言って、安西は立ち上がった。念のために言っておくが、このことは他言を禁ずるぞ。わかったな。そのことなら決して、と、門戸の将が答えた。と、津田大吾がうなずいた。それは簡単には片付けられない。彼らが困難な立場に追い込まれただけに、どう動き出すかが大きな問題だ。俺に相談を持ちかけたのは、第一手だとは思わないか？紛れもなく、第一手ですよ。大吾は門戸の将から離れ、犬小屋を一本抜いて、その軸を噛みながら、大川の水面を見守った。相変わらずの仕事着姿で、唐船に密生したすね毛を微風になぶらせながら、水を見守ったまま、しばらく考えふけっていた。荒畑の一部では、麦が穂波を立て、芋畑、甘藷畑の勢いよく目立ち、伸びているのが見え、一部では、開墾の桑や隙を振るっている人たちの姿も見えた。よく晴れた初夏の空は、気の遠くなるほど青色に澄み、暑いような日光と、爽やかな風とが、肌に心よく染みた。難しいですね。津田大吾は、門戸の将のそばへ戻ってきて、頭をゆっくりと左右に振った。彼らは、松次郎様を殿とすり替えた。ここに彼らの過ちの第一がある。殿は、江戸の下屋敷にご健在だし、このまま指をくわえていらっしゃるお方でないことも知っているでしょう。待ってくださいよ。と、津田大吾は噛んでいた草を投げやり、二歩三歩と行ったり戻ったりした。安西の押しかけ相談は臭い。と、大吾は言った。それは間違いなく、江戸の下屋敷に殿がご健在だということをあなたが知っているかどうか探り出すのが目的の第一です。第二は、門戸の将が反問した。もしもあなたが知らないと認めれば、彼らは下屋敷の殿に手を出すかもしれない。そうは思いませんか？次を聞こう。松次郎様は徳川五年氏の血を引いていますね。と、大吾が言った。彼らは殿のお命を縮めた上、また五年氏ご一門からの養子を願い出るかもしれません。すると六条一味は、美濃都市と井の都市の騒動を繰り返すことを辞さないと思うか。そこが難しいところです。彼らにそれだけの決断力があるかないかは疑わしい。そして時代も、家中の気風も違ってはいるが、切羽詰まれば何をするかわからないと思います。何かで読んだか聞いたかした言葉ですが、空腹は飢餓の助けにはならない。と言って、大吾は照れたように肩をすくめた。また、氷は寒さを防ぐ衣類にはならないとね。多分、どこかの拳銃派の言ったことでしょう。従ってその意味にも色々な解釈があるでしょうが、今は窮地に追い詰められた六条一味の絶対絶命な声のようには聞こえませんか？門戸の将はにっと微笑した。まさに、空腹は上の助けにはならないとすると、大吾さんはその声をどうさばいたらいいと思いますか？江戸屋敷へ誰かが行くのでしょう。疑いのないところでしょうね。金はありますかと、第五が言った。私は彼らより先に江戸へ行きます。ボンドの将は懐から紙包みを取り出して彼に渡した。津田大吾は目を見張り、受け取った紙包みをつくづくと見、何か言おうとしてどもった。はじめから、と、大吾はようやく言った。そのつもりだったんですね。他に動けるものはないからな、と、ボンドの将が言った。下屋敷には、正田慎吾がいるよ。知ってますよ。江戸のことなら任せてください。あまり派手にやらないように、と、ボンドの将が注意しようとしたとき、小屋の方から女の呼ぶ声がした。振り向くと、小屋の前に大吾の妻女のお咲が立っていた。来てくださいな、と、お咲が言った。お茶が入りましたよ。大吾は彼女に手を振り、ボンドの将に言った。あれが、役に立つと思います。24-4。火を消さなくなったな、と、モンドの将が言った。気がつかなかったが、いつ頃から消さなくなったんだ？忘れました。と、囁いて鶴は、かぶりを振るように、枕にしているモンドの将の腕へ頬をすりつけ、甘い声になった。何もおっしゃらないで。他のことを言われると、私、気が散ってしまうんです。そんなにせくことはないさ。おっしゃらないで。鶴は身震いをした。ね、あんまり待たせないで。せくことはない。ボンドの将は手を伸ばしながら言った。落ち着いて、落ち着いて。私、あなたを食べてしまう。鶴は耐えられないように、荒い息をしながら、自分で動き始めた。鶴が初めて陶酔を知ってから104日、肉体的に十分成熟していたためか、それともそういう体質だからか、鶴の喜びは深く大きくなり、その表現も七重よりはるかに複雑で激しく、それに浸る時間も長かった。その陶酔が反復することは、鶴の体の収縮や痙攣で、モンドノショウの肌に直接、生々しく感じられた。こんな風にすることを誰に教えられた？いけませんか？と、鶴はしゃがれたような震え声で、途切れ途切れに囁いた。私ただ、こうしてみたかったんです。鶴は懸命に動きながら、もしも声が出たら口を塞いでください、と言った。そして間もなく、声が出そうだと自分で気づいたらしく、体を倒してきて、モンドノショウの口を自分の唇で覆いながらうめいた。その後しばらくして、体を預けたまま、呼吸と筋肉とで収縮と弛緩の反復を楽しむように見えた。ごめんなさい。収まった弛緩の後、モンドノショウから離れて始末しながら、生めかしいほど甘やかな声で、鶴は言った。私、悪い女でしょうか。わしっこで亡くなっただけだ。鶴はいい子だよ。鶴は恥ずかしそうに微笑し、寝巻きの袖で、モンドノショウの胸を拭いたり、自分の顔や体の汗を拭きながら、そっとヤグから抜け出した。着替えをしてくると言って、鶴が寝所から出て行き、モンドノショウは、寝巻きの乱れを直しながら、寝たままで天井を見上げ、深いため息をついた。それは、安息のため息ではなく、何やら広く思いあぐねているためのようであった。寝巻きを変えて戻った鶴は、自分のヤグの中へ横になりながら、話したいことがあるけれど、話してもいいだろうか、と問いかけた。モンドノショウが聞こうと答えると、鶴はちょっとためらい、幾度も言いよどんだ。吉野にいろいろ聞いたんですけれど、鶴は恐る恐る言った。あなたは赤さんのできないように用心していらっしゃるのですか？ボンドの将はゆっくり、そうだとうなずいた。やっぱりそうだったんですか？吉野がそんなことを言ったのか？ええ。いつまでも印がないので、鶴はまた口ごもり、それから決心したように、モンドノ省の方へ振り向いた。吉野は一度嫁に行ったことがあるんですって。半年ばかりで不縁になり、また山根方向に戻ったんです。私小さかったので、お嫁に行ったのだとは知りませんでした。不縁になった理由は言わなかったが、結婚生活の経験から、鶴の妊娠を期待していたらしい。年がもう35歳になるし、体が健康なのだから、できるだけ早く世継ぎを産まなければと、気にかけるだけではなく、近頃では、神女のことなども聞くようになった。私、バカ見たように話しました。と、鶴は続けた。だって、当たり前のことだと思ったし、吉野の聞き方もうまかったのでしょう。だんだん細かいところまで聞かれているうちに、吉野は合点したように、それは旦那様が赤様のできないようにしているのだと言いました。モンドノ省は目をつむった。あなた？鶴は不安そうに聞いた。そんなことが本当にできるのでしょうか。わからないが、と、モンドノ省は目をつむったままで答えた。もし、できることなら、私は、子を産みたくないのだ。鶴ではいけませんの？無論そうではない。子を不幸にしたくないからだ。どうして不幸になるんですか？よく聞いておくれ。モンドノ省はゆっくりと言った。鶴も身の年と胃の年の騒動のことは聞いているだろう。鶴はうなずいた。今家中には同じようなことが起ころうとしているし、幸か不幸か私はその渦の中に巻き込まれている。と言って、モンドノ省は吐息をついた。これから何がどうなるか、今のところ誰にもわからない。いろいろと手は打ってあるし、おそらく無事に収まると思うが、無事に収まったとしても、それで済むとは思えない。災いの根は深く、長い年月にわたっている。この苦労は、私だけでたくさんだ。子供にまで、私と同じような辛い思いをさせたくはないんだよ。鶴は、しばらく黙っていた。私には、騒動の行く立ては、よくわかりません。鶴が言った。でも、栗は毎年、その実を取られても、次の年には、また実をならせます。魚も鳥も、いくら人間に取られても、やはりその時が来れば、子を産みます。そうではないでしょうか。鳥獣や魚類と人間とは違う。けれど人間でも、女は自分の子が欲しいものなんです。鶴は、感情のこもった、訴えるような声で言った。幸不幸は、その人の感じ方によるのではないでしょうか。親と子では、生き方も、感じ方も違うのではないでしょうか。わからない。そうかもしれない。と、モンドノ省は、不決断に言った。ただ、私の責任は、これまでよりも、重く大きくなるようだ。いや、私と言っては悪い。私たち全部がということだが、私は子供を持った場合、子供に心惹かれて、足元が鈍るような気がするんだ。子を守り育てるのは母の役目です、と鶴は言い返した。あなたにご心配をかけるような育て方はしないつもりですし、この愛に惹かされて心の鈍るようなあなたではないと思います。それとも、鶴は頼みにならない妻でしょうか。そうではない。もちろんそうではない。鶴が立派な母になるだろうということはわかっている。と言って、モンドノ省はどう説明したらいいかを考えるように長い息をついた。私は自分が信じられないんだ。今でさえ私はお前に強く惹かれている。お前に悲しい思いをさせると考えるだけで、息もできないような気持ちになるんだ。それは想像なさるからで、本当にそうなった時には、そんな気持ちなど消し飛んでしまうのではないでしょうか、と鶴は言った。この城下町には、送りババという古くからの言い伝えがございます。ご存知ですか？モンドロショウはうなずいて、誰かが吉野のことを、その送りババアだと言ったことを思い出した。腰の曲がった、白髪頭の老婆で、長い杖をついているんですって、と、鶴が続けて言った。それが油断をして道を歩いていると、知らないうち、後ろについてきて、その杖で前を歩いているものを山へ追い込んだり、川へ落としたりすると言うんです。話を聞いて、その老婆のことを考えると、夜になって自分の家の廊下を歩くのも、一人では怖かったし、夢に見てうなされたこともあった。それが、11の年でしたが、夕方の街で出会ったんです、と、鶴は言った。お友達の家へ遊びに行った帰りで、あたりはもう薄暗く、もやのようなものが降りていました。24の5。そして街角を曲がったとき、後ろに人の足音が聞こえたんです。武家屋敷ばかりで人通りはそんなにありません。私、友を連れて行かなかったので、友達の家で誰かに怒らせたのかと思い、振り返ってみるとすぐ後ろに送りババアがいたんです。鶴はそこでくすっと笑った。無論人違いでしたけれど、その人は話に聞いた送りババアそっくりでした。ついている杖までがそっくりに見え、私、振り向いてみるなり、とうとう疲れてしまったなと思いました。けれど、送りババアだなと思った時は、かえって心が決まって、負けるものかという気持ちで立ち止まり、その老婆を睨みつけてやりました。モンドノショウはうなずいて、だろうね、と言った。いかにもわしっこらしいよ。誰でもそうじゃないのでしょうか。話に聞いたり、想像したりしているうちは、怖かったり、恐ろしかったりしていても、いざそのことにぶつかってみれば、恐ろしさや心の迷いなどより、かえって正面から立ち向かう気になるのではないかと思います。ことと次第によってはね、と、モンドノショウが力のない声で言った。鶴の話はよくわかる。古くから鬼人の憂いという例えもある通り、想像に左右されて生きることは愚かしい。だが、私の場合は少し違うのだ。どう違うかということは簡単には話せないし、この気持ちが永久に続くかどうかも断言はできない。私もいつかは子供が欲しくなるかもしれないが、そういう気持ちになるまで、この話には触れないでくれ。自分は三浦氏の政党ではない。安倍という平侍のせがれであり、半家と殿のお役に立つため、便宜上、この家名を継いだだけだ。モンドノショウは、そう言いたかった。ご神聖を開拝し、飛騨守正治を元の座に直して、領内に百代安泰の基礎ができたら、自分は三浦の家名を捨てるかもしれない。それまでは子供は作らない。というのは、鶴がどんなに賢く、気丈な母親になるとしても、開廃のことが失敗した場合、子を抱えて安穏に生きられるはずはないからだ。子を抱えて安穏に生きられるはずはないからだ。もう寝よ。と、モンドノショウはわざとあくびをしながら言った。おやすみ。鶴は囁くように、おやすみ遊ばせと答えた。3日前に、水木正也から手紙で、波岡や安西たちの安倍中での密談を告げてきていた。一味の者が、元の材木奉行を江戸から召喚し、数千石に上る材木の切り出しを究明して、山根クランドから娘の縁で、モンドノショウまで網にかける計画だという。材木の切り出しは、飛騨守正治の命令であった。江戸上野の東照宮修築や国元の大火、凶作など大きな出費の必要に迫られていたし、片方では捨ての絵水を引く堰堤工事という問題もあった。治水の公費は幕府から援助を受けることができる。飛騨守はもちろん融資を受けたが、それでは不足なので、山の木を切り出したのだ。ボンドの将は、正春からちょっと聞いただけで、詳しいことは知らないが、その木は、幕府からの融資の代償の一部にもなったらしい。六条一味がそれを取り上げ、退任した材木奉行を喚問して、特色事件をこしらえようとすれば、正春の意思、などということは、もみ消されてしまうだろう。山根クランドは隠居して、形勢と合している。年も75か6になるはずで、六条一味の押し付け吟味を跳ね返すことができるかどうかは疑わしい。淡中の密談では、証人を幾人か抑えたという。証人など必要とあれば、彼らはいくらでも揃えることだろうし、彼らの望み通りの証言をするに違いない。山根さんを逃がす方がいいな、と、モンドノ将は思った。しかし、おそらく、山根さんは承知しないだろう。モンドノ将はつぶやいた。あの老人は、六条一味を頭から見くびっていた。ご神聖など、たちまち崩壊するだろう、と、信じているのだからな。何かおっしゃいましてと、鶴が、眠たげな声で問いかけた。おやすみ、と、モンドノ将が言った。城中の坊で、安西左京と会ってから、六七日後の夜、モンドノ将が今で調べ物をしていると、北側の窓の外から名を呼ばれた。あたりをはばかるような潜めた声で、立花次郎兵衛だと名乗り、庭へ出てきてもらいたい、と言った。どこかで、聞いたことのある名だと思い、何の用だと聞こうとしたが、モンドノ将は、ここで聞いても答えはしないだろうと気づき、刀を取って廊下へ出、縁側から庭へ降りていった。時刻は10時過ぎ。卯の花の生垣があるので、奥からも、貸長屋からも見られる心配はなかった。空は曇っているので、庭は暗かったが、庭を歩いて行きながら、モンドノ将は暗がりに向かって、あの林の中へ行こう、と言った。三尺ほどに伸びた、すすきの中の小道を行き、くぬぎ林へ行き着くまで、ほとんど人の気配は感じられなかったが、モンドノ将が林の前の腰掛けのところで立ち止まると、林の中から2人、後ろから1人、黒い人影が近寄ってきた。止まれ。モンドノ将は、刀の束に手をかけながら、低いけれども、きっとした声で言った。そこで要件を言え、近寄ると、容赦せぬぞ。待ってください。後ろから来た1人が言った。我々は、あなたの敵ではない。生命を名乗ります。私は今申し上げた、立花次郎兵衛。林の中から出てきた2人も、高知千之助、糸井一馬と、それぞれ名乗った。モンドノ将は、まだ刀の束に手をかけたままで、用を聞こうと言った。私たちの他に、同志が7人います。と、立花次郎兵衛が言った。私たちは、ご神聖という名目の悪性には、これ以上我慢ができません。家老の波岡五郎太夫と、安西左京、その他一味の重職を、切る決心をしました。三浦さんは、とのご側近の1人だ。河内千之助と名乗る男が言った。しかもご神聖の中で、中老という席にいるが、私たちは、三浦さんが六条一味だとは思っていない。それで、残姦に踏み切ったことを知ってもらいたかったんです。もしや、そのもとは、と、モンドノ将は反問した。河内昌司さんの身寄りではないか？そんなことは無関係だが、ご推察の通り、庄司の末子です。私は父からあなたのことを聞いていました。糸井一馬と名乗る男が言った。父の名は平助。昔勘定方の役所でご一緒だったそうです。そうだったな。と言いながら、モンドノ将はようやく立花次郎兵衛の名を思い出した。身の年の騒動の時、国元で捕らえられ、先代の滝沢殿の裁きによって、その罪を軽く免れたという、おそらくその子か、あるいは孫でもあろう。暗がりの中でよくはわからないが、三人とも22、3から4、5くらいと察しがついた。モンドノショウは自分が圧倒されようとするのを懸命にこらえた。蜂の巣をつついたようだという古い言葉が思い浮かび、うなりを上げて一斉に襲いかかる蜂の群れをどう沈めたらいいかと考えた。即元たちの気持ちはよくわかる。家臣ばかりでなく、領内の者全体が同じような怒りを感じているだろう。あなたはどうです。私のことは別としよう。とにかく落ち着いて聞いてくれ。と言って、モンドノショウは、敵意のないことを示すように、木の腰掛けへ、静かに腰を下ろした。先頃、幕府から国目付が来て、領内を査察した後、幾箇条かの警告をつけて帰ったそうだ。その中には、6条1味の命取りになるような条件があり、それをどう逃れたらいいかと、安西左京から相談された。続めて言えば、彼らは今、大きな壁にぶつかっているのだ。ちょっと待ってください、と、河内千之助が遮った。あなたはそれで何を言おうと言うんですか。落ち着いて聞いてくれ、と、モンドノショウは静かに言い返した。その元たちは、身の年、胃の年の騒動を繰り返すつもりか。24、6。6条1味のご神聖は、必ず破滅する。モンドノショウは言った。ここで残姦などということをやる必要はない。2度の騒動でたくさんだ。もしやらなければならないとしても、この御神聖が開廃されず、殿の御身辺にまで類が及ぶ、という時まで待つ方がいい。そのことです。立花次郎兵衛が言った。殿の御身辺に類が及ぶと言われたが、もうすでにそのことが起こっているのではありませんか。5年前に帰国された時、殿は全くお姿を見せなかった。河内千之助が突っかかるように言った。私の長兄は大御所を務めているが、重臣会議の時などでも上段には水を下ろし、殿のお姿はほとんど見えなかった。また、あれほど領内お見回りに熱心だった殿が、ご在国中、一度もお城から外へ出られたことがない。はっきり言えば、その時殿はもう、殿ご自身ではなくなっていたのではないか。また、もう一つ。糸井一馬が言った。4年前に参勤で、上府なさって以来、5病弱ということで、一度もご帰国がなく、堰堤工事まで中止されました。堰堤工事には、大きな障害がいろいろあり、資金の面でも随分無理をなすった。兄は勘定方吟味役なので、その点はよく知っているのです。殿はあの事業だけは、やり遂げる決心でおられた。それがご神聖の触れと同時に、中止されたことなど、どの一つを取ってみても、殿のご一心に何かあったと思わないわけにはいかないでしょう。三浦さん自身もそうだ、と、河内千之助が言った。あなたも3年余り、この城下から失踪された。世評では上方へ行かれたというが、万事屋はじめ、御用商人たちのほとんどが上方商人のようだ。三浦さんは、一体上方へ何をしに行ったんですか。せよ、と、モンドノショウは首を振った。その元たちは、人の噂や評判で、物事を判断するのか。それは答えになっていないでしょう。私は、上方などへ行きはしなかった。と、モンドノショウは言った。では、どこへ行ったか、ということも今は言えないし、私がどこへ行っていたかということなど、問題ではない。では、何が問題なんです。その元たちの妄動だ。モンドノショウは静かに言った。2度にわたる騒動で殺傷沙汰があった。しかしそのために解決したものは何もない。むしろ個人的な恨みや憎悪を残しただけではないか。残姦などということは役には立たない。戦うなら正面から戦うべきだし、その時期もさして遠くはないのだ。一味の中で、中老の席にいる三浦さんの言葉を、と、河内千之助が言った。我々がそのまま信じると思いますか？信じる信じないのはその元たちの勝手だ、とモンドの将が言った。しかし、考えてもらいたい。美濃都市や伊野都市とは時代が違うし、幕府栗目付にも睨まれている。ここでまた騒ぎを起こせば、判決そのものが幕府に献斥され、いかなる大事に及ぶかもしれないぞ。しかし、殿のご安否はどうなんです？子細は言えないが、と、モンドノ将は糸井一馬に答えた。殿はご安泰だ。証拠がありますか？ある。だが、その者たちが騒ぎ出せば、殿のご安泰も保証はできない。河内千之助が食い下がった。殿がご安泰だという証拠があるかと聞いているんです。人間の命は計りがたい。朝まで健在だった者が倒れてくる材木の下にいて急死することもある。しかし、と言って、モンドノ将は暗がりの中の三人を順に見回した。施法では、私が上方へ行っていたと伝えられたそうだが、実際には江戸へ行っていたのだ。三人は不審そうに沈黙した。その者たちが言った通り、5年前に帰国された殿が、本当に殿であるかどうか疑わしかった、と、モンドノ将は続けて言った。そこで私は、上付される行列の後をつけ、真偽を確かめようとしたのだ。そして、膝の神様ではないということを突き止めた。そうだとすると、殿は、膝の神の殿はご安泰だ。と、モンドノ将は低い声に力を込めて言った。私は現にお目にかかったし、ご身辺には頼みになる者もいる。三浦さんはそう言う。河内千之助がやり返した。三浦さんは殿に会ったかもしれない。ご身辺に頼みになる人間がいるかもしれない。しかしそれは、どこまでも三浦さんの話で、我々にはそれを信ずる根拠がない。そうじゃありませんか。その通りだ。モンドノ将はうなずいて、言葉を探すように、一語一語、ゆっくりと言った。こういうことは、くるみの殻を割って、中身を見せるという単純なものではない。その者たちが今言ったように、私は殿ご側近の一人であり、殿のご意志で、園庭工事や、領内即地の役目を果たした。その私が言うのだ。それを信ずるか信じないかは勝手だが、暴力で何かが解決すると思うのは誤りだ。それは、三浦さんの意見に過ぎない。と、河内が言った。美濃都市と伊野都市の騒動で、何が解決しなかったんですか？少なくとも、ご神聖になるまでの、反省の正道を保つ役には、立ったのじゃありませんか。それがご神聖という暴挙を招く結果になったのだ。と、モンドノ将はなだめるように言った。今、その者たちが残姦などという手段に出れば、一味は一層強圧的になるだろうし、二度の騒動よりも、さらに騒ぎが大きく広がるに相違ない。その上、個人的な恨みや憎悪が加われば、おそらく収拾のつかないような事態になるだろう。そうではないか。かもしれない。と、河内千之助が言った。けれどもそれは、ご神聖が解廃されるという保証があってのことでしょう。そんな保証はできない。というのは、その者たちが六条一味でないという保証もないというのと同じことだ。では、その証拠に、波岡たちを切ってみせますよ。くどいことを言うな。今、ご神聖解廃のために、幾十人かの者が懸命に努力している。誰がどのようにということは話せないが、私が殿ご側近の一人だと知っているなら、私の言葉も信じられるはずだ。もうしばらく、辛抱してもらいたい。もうしばらくのことだ。わかってくれ。繰り返して言うが、ここで騒ぎを起こせば、半家の存亡を危うくする危険さえある。そこを落ち着いて、よく考えてくれ、と、モンドノ将は念を押していった。三人は半ば納得し、半ば疑惑を拭いきれないという様子で、しかし、間もなく帰っていった。彼らを庭の裏木戸まで送って戻ると、くぬぎの中から呼びかけながら、黒い人影が追って出てき、モンドノ将は刀を取り直しながら振り向いた。殺戮兵です。その人影は近づいてきながら言った。今日城下について時刻を計って伺ったのです。それはようこそ。ボンドロ将は会釈して言った。何か急なご用ですか？殿の仰せを伝えに参ったのです。今の三人の話を聞きましたか？聞きました。江戸屋敷にも同じような動きがあるんです。と、さっさが言った。こういう勢いは理屈で説得することはできない。大事に至らないうちに会配を断行すべきだ。と、殿が決意遊ばされたのです。入れ違いだった。私からも津田大吾を江戸へやったところです。と、門戸の将が言った。とにかく上がって詳しいことを聞きましょう。